離脱撤回までの経緯が最高な日本代表のチーム力。 MFN の講師将らほぼ全員から共に戦いたいという意見が多く出た。選手たちから伊藤と共にアジア杯優勝を目指したいの声が上がった。これで伊藤純也が決定打になるゴール決めたら熱い。現地に行けないから無理だけど横断幕とかちゃんとで声出して応援したい。よかった、頑張れ SAMURAI ブルー。イラン戦活躍期待。多分その日はアリバイがあるんだよ。滝と夜を過ごしたとか。新潮の責任問題は重大すぎるのでは。代表選手たちの絆の強さを感じます。チームスポーツ最高。これがデモクラシーの力よな。国内外からの圧